グレーハウンド橋からのランカスターとルーン川。ランカスターは、イギリスランカシャーの市揮である、シティオブランカスターの主要エリア。市の総人口は45,952人。ランカスター都市圏では133,914人の人口がある。長くランカシャーの商業、文化、教育の中心地となってきた。かつてのイングランド王家の一つ、ランカスター家は、ランカスター公の称号に由来する。 現在、ランカスター港の称号を保持しているのは、エリザベス二世以上で、ランカシャーに広大な所領を保有している。ランカスター城は13世紀に一部が建てられ、エリザベス一世が拡張し、古代ローマ帝国の要塞跡に立つ。城は、1612年の悪名高い、ペンドル魔女裁判の場所でもある。城に置かれた法廷は、ロンドン以外の場所で最も多い人々を公主台に、 送ったため、縛り首の町というあだ名で呼ばれた。ランカスターの名前の由来は、城の名前に由来する、町のそばを流れる、ルーン側にも由来する、ルーンの城の町という意味の古い名前、ロンカストラが進化して、現在のランカスターとなった。ランカスター家の紋章は赤バラであり、ランカシャー州下のレッドローズ・オブ・ランカスター州は、白バラであるヨーク家の紋章と似ている。 これらの名前の由来は15世紀の内戦、バラ戦争時代からのものである。近年、バラの争いは、ランカシャーとヨークシャーのスポーツ試合の中で、ライバル同士を表す言葉となってきた。毎年開催される、ランカスター大学、ヨーク大学の競技大会は、ローゼストーナメントとして、1965年の2、大学間のボートレースから始まり現在に至っている。2007年度は、 ヨーク大学の勝利であった。ランカスターは1193年に商業の町として最初の特権が与えられたが、市に昇格するのは1937年までまたねばならなかった。市にある建築物の多くは19世紀からのもので、イギリスでも有数の活発な港となってからだった。ランカスター港はイギリスで第4位の奴隷貿易港だったのである。 しかし港の繁栄は短期間で、川からの沈泥で、港が埋まり始めてから衰退を迎えた。モアカム、グラッソンドック、サンダーランドポイントは、この繁栄の時代にできた村である。ヘイシャムが現在地域の主要港である。アシュトンメモリアルランカスターでは、飼料、テキスタイル、化学工業品、家畜生産、製紙、合成繊維、農業機械、牽引自動車、 鉱物繊維などが生産される。近年、情報工学と電気通信分野の会社がしで出資している。最近まで、ランカスターには、リーボックのヨーロッパ本部が置かれていた。リーボックがアディダスに合併、吸収されると、その管理部門は、ボルトンやストックポートへ移された。ランカスターは、ランカシャーうちで最北の都市である。ランカスターからサマイル内陸には、モアカム湾がある。 ランカスター東部を M6 自動車道が通る。また鉄道ウエストコーストラインが通過する。ランカスター水路とルーン川が市内を流れる。詳細はカテゴリーランカスター出身の人物を参照。ありがとうございます。